岡を南北に駆け抜ける大動脈、西鉄。2024年4月、地域の人々に長く親しまれ、めでたく100周年を迎えました。そんな中、西鉄が新たに始めた取り組み、それが有料座席列車 N ライナーです。今回はそんな N ライナーの一番列車に乗車し、その実態に迫ります。そもそも有料座席列車とはどのようなものなのでしょうか。多くの有料座席指定列車は通常の運賃に加え、座席指定券や整理券などの料金を支払って乗車するのが一般的です。追加料金を支払うことで着席が保証され、快適に移動ができるようにするのが目的となっています。こうした取り組みは近年全国的に広がりを見せています。最近では JR 西日本が山陽本線、東海道本線を走る新快速列車に有料座席指定車両 A シートを導入。また2024年7月には阪急が有料座席列車プライベースを導入予定です。そうした動きに追随するように西鉄も動きを見せました。2024年4月11日、西鉄は有料座席列車 N ライナーの運行を発表。イベント開催時や週末など利用者の多い時に確実に座れることを売りとしています。というわけで、そんな N ライナーに乗車すべく朝5時頃の天神駅にやってきました。普段は多くの人々が行き交う北口コンコース、その脇にある駅事務室で整理券を購入します。 N ライナーの整理券は天神駅のみで発売されており、乗車当日の営業開始時刻から発売されています。価格は300円で現金払いのみ対応しています。そして整理券を入手してからおよそ16時間後、大牟田行きの N ライナーに乗車すべく再び天神駅に戻ってきました。帰宅ラッシュの時間帯、特急が発着するホームには久留米方面に向かう多くの人の姿が。そして乗客を満載した列車がせわしなく天神駅を後にする様子が見られました。そして21時30分ごろ、ついにその列車が姿を現しました。 N ライナーとして使用される車両はなんと西鉄100周年記念ラッピング車両というサプライズ。団体と書かれた方向幕を掲げてゆっくりと入線です。いざ乗車。乗車の際は3号車からのみで、係員の方に整理券を見せて乗車します。また基本的に自由席ではあるものの、号車の指定があり、整理券の裏面に書かれた号車の座席に座ることになります。そして N ライナーの車両は通常の3000系車両、 A シートなどのようにコンセントやリクライニングなど特別な設備はありません。21時41分、メディアを含む多くの人に見送られながら N ライナーの一番列車が出発です。ご乗車ありがとうございます。この電車は有料座席列車 N ライナーです。次は二日市に停まります。車内放送で案内された通り、天神の次は二日市。この列車は大橋や春日原など特急が停車する駅を通過し、二日市までほぼノンストップで走ります。2017年以来の大橋駅の通過すぐ後には、2024年春のダイヤ改正で特急停車駅となった春日原も通過です。
天神駅を出ておよそ15分、 Nライナーは最初の停車駅二日市駅に到着です。この電車は有料座席列車 Nライナーです。この駅からはご乗車できませんのでご注意ください。実はこの N ライナー、二日市駅以降は急行停車駅に停車しますが、すべて降車専用駅であり、乗り込むことはできないのです。ここから乗客は降りていく一方となります。この電車は、有料座席列車、N ライナーです。次は三国ヶ丘、三国ヶ丘です。三国ヶ丘の次は、小郡に停まります。久留米です。ご乗車ありがとうございました。22時19分 N ライナーは福岡県第三の都市久留米に到着です。この駅からはご乗車できませんのでご注意ください。久留米駅を発車してから一つ気づいたことがあります。それが ガラガラ。こちらが今回運転された N ライナー1号の1号車の乗車状況です。天神駅の時点では20人程度乗車していたのが、二日市駅で一気に降りて9人程度に、その後も減り続け、最終的には1両に2人という結果に。この状況に拍車をかけるのが、今回の N ライナーで取られた途中乗車不可能システム。さらには運行が始まったばかりで一般層に浸透しきっていないなどの要因も考えられます。今後 N ライナーの魅力をどのように周知するのか、使いやすい列車にするにはどうすればよいのか、西鉄は今回乗車した人向けのアンケートを整理券の裏側の QR コードから募集しています。それらの結果を踏まえ、今後の運行を検討していくものと思われます。本日は N ライナーをご利用いただきましてありがとうございました。今後の動向に期待と不安が入り混じる N ライナー。22時57分、終点の大牟田駅に到着です。西鉄100周年記念のヘッドマークが輝く N ライナーの車両。到着後は回送列車となり、ドアはすぐに閉まりました。これにて、1時間16分の N ライナーの旅は終わりです。ここからは、N ライナーに乗った作者が感じたことを述べていきます。まず良かった点としては、やはり快適だということです。今回は相席にならないように配慮があったのか、座席も広々使えてくつろぎながら移動できました。このサービスを300円で受けられるのは非常にリーズナブルだと感じました。帰宅ラッシュの時間帯に座席の争奪戦を回避できたりするメリットもあります。一方で気になる点もあります。あまりにも乗客が少ないこと、それに天神駅からしか乗れないことです。役員駅で運転停車をした際、窓の外には列車を待つ多くの人がいました。そうした需要を拾えていないように感じます。どちらにせよ、 N ライナーは私たちの西鉄の利用方法に新たな選択肢を与えてくれる存在です。今後どのような動向をたどるのか目が離せません。